はい、こんにちは、こんばんは。しかしまだまだ暑いですね。これはスペッキーというハードウェアの情報が確認できるフリーソフトです。この画面の中でマザーボードのこれですね、この温度が異常値を示しておりますね。このように詳細を示してくれますね。大変便利なソフトだと思います。では正確な CPU やマザーボードの温度を確認しましょう。私の場合はこのデリートキーを連打します。タイミングが良ければ一発でこのように UEFI BIOS が立ち上がります。この中で見るとマザーボードは35度ですね。 CPU は38度ですかね、これ。はい、ファンが4個正常に回転していますね。この BIOS 画面で詳細の確認や修正ができます。詳細が OK なら保存をクリックしますね。はい、久しぶりにケースを開けました。動画のエンコード時に高温になる CPU です。この CPU クーラーのおかげで CPU 温度は安定しております。メモリ 8GB×2枚、 デュアルチャンネルで動作しております。はい、ゾタックのグラボです。負荷がかかった時にだけファンは回ります。通常はファンは回りません。なのでホコリはほとんどたまらないですね。綺麗です。はい、信頼できる安定の電源ユニットです。分解掃除はどうやろうね。はい、 OS 起動用に SSD、 データ用に2台の HDD を入れております。光学ドライブですね。はい、いつものように全面吸気ファンはこのようにホコリがたまりやすいです。上部排気ファン、そこそこホコリがたまってますね。掃除しましょうかね。そこにあるのがマザーボードですね。ホコリはほとんど溜まっていませんね。吸気ファンが防いでくれているようですね。CPU クーラーファン、少しはホコリが溜まっていますが、まあまあ影響はないですね。このグラボは静かで大変いいですよ。気に入っております。電源ユニットも頼りになりますね。安定しております。